つねです。皆さんこんばんは。ですね、私つね、なんと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 越前竹人形という舞台に出演させていただくことになりました。イエーイ。はい、ということでですね、越前竹人形という舞台にですね出演させていただくことになりました。こんな感じです。越前竹人形という舞台はですね、水上勉さんの作品でございまして、福井県のお話ですね。タイトルにもあるように竹人形のお話なんですけど、ではですね、ちょっと舞台の詳細なんですが、公演本番がですね、10月の25日火曜日からですね始まりまして、11月の3日まで東京の方でやらせていただきます。その後11月11日金曜日からですね、11月13日日曜日まで岐阜県にあります蟹市文化創造センター小劇場というところでですねやらせていただきます。前売り券の開始日がですね、2016年の9月16日金曜日、一般の方が6000円になっております。下の概要欄の方に詳細リンクを貼り付けておきますので、そちらの方から詳しい情報をチェックしてみてください。よろしくお願いします。でですね、そうなんですよ、紀ノ国屋ホールで初めて舞台に立たせていただくんですが、紀ノ国屋ホール、皆さんご存知でしょうか。新宿にあります紀ノ国屋サザンシアターではなく、紀ノ国屋ホールというところですね。何せですね、初めての紀ノ国屋ホールなので、本当に今からすごく刺激的で緊張しておりますが、だがしかし精一杯の力を出し切って頑張りたいと思います。その詳細のところに、この越前竹人形という物語がどういう物語かっていうのがあらすじで書いてありますので、そちらの方もぜひぜひチェックしてください。お願いします。でですね、僕のツイッター見てくださってる方は多分もう知ってると思うんですけど、ステッカーを作ってみまして、斜めになっちゃうんですが見えますかね。ドン。この舞台を見に来てくださって、僕に話しかけてくれればですね差し上げますので、ステッカー欲しいって思った方はですね、ちょっとぜひぜひこの越前竹人形足を運んで見に来てください。よろしくお願いします。それではですね、今回はこんな感じで舞台の告知をさせていただきました。皆さんぜひぜひ興味がございましたらですね、下の概要欄の方からチェックしてみてください。コメントの方もお待ちしております。それでは今日はこの辺でバイバーイ。この動画がもしよろしければグッドボタンを、パソコンの方はこちらをクリック、スマホの方は動画の下にあるチャンネル登録ボタンからチャンネル登録の方よろしくお願いします。またツイッターの方もやっておりますので、そちらの方もフォローの方よろしくお願いします。そしてそして、新しくつねずステーションというゲーム実況チャンネルをオープンしましたので、そちらの方にも遊びに来てくださいね。またつねずステーションのリンクは下の動画説明欄の方にリンクを貼り付けておきますので、そちらの方からぜひ。それでは、バイバーイ。